1998年までエスコートで WRC を戦ってきたフォードは99年フォーカス WRC をデビューさせた。マシンの開発とチーム運営を担当したのはフォード EU。 マシンはグループ A 規定の改造範囲を拡大した WR カーで、デビュー時点では究極の WR カーと高い評価を受けた。チームは2リットルターボの直列4気筒ゼテック E エンジンの耐久性向上とライバルのプジョー206を上回るパワー確保に苦心した。エンジン本体はベース車両同様横置きだったが、エクストラック車製トランスミッションは縦置きでマウントされた。これはプジョーも行っている重量配分改善のための工夫だった。横置きエンジンと縦置きトランスミッションを組み合わせるため、複雑な機構を挟み込まねばならず、往々にしてトラブルの原因となった。一方、ボディ剛性の高さはライバルをはるかに上回っており、厳しい条件の中ではこれは大きなメリットであった。99年型フォーカスには巨大なリアウィングが取り付けられたが、これはこのシーズンだけの特徴である。ドライバーは名手コリン・マクレーを筆頭に、トマス・ラドストローム、シモン・ジャン・ジョセフ、ペター・ソルベルグが務めた。フォーカス WRC はデビュー戦で装備していたウォーターポンプが車両規則違反と判定され、急遽改修を余儀なくされるという波乱もあったが、参戦当初から高い戦闘力を示した。